ただーん、 N 子だよ。 Be the beginning がすごいんです。え、なんで今？いやー、だってセカンドシーズンの配信が始まったんですよ。その復習がてら Be the beginning を改めて見たんですけど、2つの軸で展開されていき、様々な伏線が散りばめられているこの作品は、見れば見るほど物語に引き込まれていくんです。この面白さをみんなに知ってもらいたいんです。そして何より、こんなにも壮大ですごいアニメをどんな人たちがどのような思いで作ってきたのか、私も知りたいですし、皆さんにも知ってもらいたいです。今回は Be the Beginning についての魅力はもちろん、弊社あじゃなくて N 子のパワーを使ってアニメ制作スタッフさんにもお話を聞いちゃおうと思います。セカンドシーズンサクセッションの話も聞けたらいいなってことで、今日は Be the Beginning のご紹介をしていきます。それではレッツビギニング。まずはあらすじの紹介。物語の舞台は南北の列島からなるクレモナ王国。そこでは凶悪犯罪者ばかりが殺される事件が発生していて、その犯人は現場に B という文字を残していくことからキラー B と呼ばれていた。そんな中、一線を引いていた天才捜査官キース・カザマ・フリックがキラー B 事件捜査をしている特殊犯罪捜査課、通称リスに復帰することになる。キラー B 事件をきっかけに様々な陰謀が巻き起こっていく。で、終わらないのが Be the Beginning。 実はもう一人主人公がいるんです。もう一人の主人公の名前はコク。普段はキースの同僚である星名リリーの実家でバイオリン工房の職人見習いとして働いているのですが、実は異形の姿へと変身する力を持っていて、夜な夜な背中から翼を生やし、腕を剣に変え、殺人鬼たちを殺していた。現場には B の文字を残して。と、ここまでのお話ですでに気づいた方もいると思うんですが、あれ？キラー B の正体虚空じゃない？犯人最初から分かってるの？いやいやいや、そんな簡単な話ではないんですよ。この物語にはキースがいるリスと虚空とは別に、第三勢力としてマーケットメーカーという組織が大きく関わっているんです。この組織がすごい暗躍をしていて、具体的に何がどうなっているのかなどは話せませんが、この作品の肝と呼べる存在ということだけ覚えておいてください。キースの所属するリス、虚空、そしてマーケットメーカー、この3社による三つどもえ戦が本作品の見どころにつながっているんです。他にも本作のヒロイン的存在であるキースの同僚の星名リリーや他のリスのメンバーたちなど、ここでは紹介しきれないほど魅力的なキャラクターたちがいるんですが、これはぜひとも本編を見てチェックしてほしいです。簡単にですが、あらすじとキャラクターたちを紹介しました。とにかく謎だったり情報量が本当に多い作品なので、気になったら何回も見直して世界観に没入してほしいです。ここからは Be the Beginning 制作スタッフさんにお答えいただいたアンケートインタビューの内容を紹介していきます。今回はなんと中澤和人さんに裏話をお答えしていただくことができました。お忙しい中本当にありがとうございます。いただいた回答を見ていきましょう。重厚な作品なだけに制作上での違いがあるのか気になりますね。中澤さんといえばキルビルボリューム1のアニメーションパートの監督をされていたり、サムライチャンプルーなど数々のアニメのキャラクターデザインなどをされているすっごい方なんですよね。その中澤さんが
さまざまな形で関わっていることが本当に大きいんですね。続いてはこちら、制作スタッフさんの注目ポイント気になります。1話といえば、まずここでは言えないような衝撃シーンから始まるのが印象的ですよね。主人公であるキースやコク、リリーなどのメインキャラクターたちも登場し、 Be the Beginning ってどんな世界なのか紹介してくれます。そして何より最初からクライマックスと言わんばかりにド派手なアクションがいっぱいです。初見の方は情報量に圧倒されてしまうかもしれませんが、のめり込んで見てしまう1話ですよね。8話はなんといってもキースとコクがとある事情で一緒に逃亡生活をするところが注目ポイントですよね。前話の7話でコクの過去が分かり、そしてこの8話でなぜ殺人鬼を殺害したのかが判明します。さらにはキースが事件の黒幕の一つであるマーケットメーカーに追い詰められていくのですが、同時に事件の謎も少しずつ解明されていきます。そして最終話、キースの過去、虚空の敵、全てに決着をつける話数で、これまでいろいろと散りばめられていた謎も解明されていきます。個人的にはキースの決着のシーンが正で、虚空の決着のシーンがドと対比になっている演出がすごく素敵だなと思いました。最終話には続編である Be the Beginning Succession につながるであろうシーンもあったりと、本当に最後までワクワクが止まらない最終話です。と熱く語っちゃいましたけど、どれも本当に印象的なお話で、かつ1話から順に見ていくとよりその面白さが味わえるので、皆さんにもぜひ見てもらいたいです。それでは最後の質問はこちら、全身全霊をかけて制作した作品なんですね。すごいです。確かにあのクオリティを考えると倒れちゃうのも納得です。でもお体には本当に気をつけてくださいね。お忙しい中、ご質問に答えていただいた中澤和人さん、本当にありがとうございました。Be the Beginning のさらなる魅力に気づかせていただける、本当に貴重なお話でした。セカンドシーズンサクセッションもとっても楽しみです。今回は Be the Beginning、Be the Beginning サクセッションについて貴重な中澤さんへのインタビューも含めてご紹介しました。圧倒的クオリティの作画と複雑に絡み合いながらも徐々に真実が明らかになる厚みのあるストーリー、この満足感を得られるのも Be the Beginning の魅力だと思います。この動画を見て作品が気になった方はすぐに Netflix で Be the Beginning と検索して視聴してみてください。そして感想や考察をコメントしてくれると嬉しいです。私はファーストシーズンの復習が完了したので、この後早速セカンドシーズンサクセッションをもう一周しようと思います。それじゃあまたねー。